今回は先日結婚したばかりのご夫妻と一緒に1泊2日でディズニーに行っちゃいます。昨年47歳で初めてディズニーシーに行った僕は早くも2回目です。旦那のムーさんは学生時代月に一度はディズニーに行ってた人で、今回はたっぷり魅力を伝えてもらいます。ちなみに今回は僕が車椅子、奥様のミワイちゃんはシュワでかい、ムーさんはフル回転必死なんです。笑い事ではないですが、前の会話がわかるかと思いタブレットを設置しましたが機能していないみたいですね。首都高っぽい景色になってきました。首都高はカーブくねくねだし分岐もいっぱいであまり好きじゃないですが、都会の景色はかっこいいです。新宿のドコモタワーが見えてきました。右手に新国立競技場が見えてきました、ね、左手がホテルニューオータニ、正面が鹿島建設本社ビルですね。大手町付近でしょうか。鳩崎から湾岸線方面へ向かいます。道路表面が凍結しています。都心を抜けて空が広くなってきました。湾岸線に入り左手が夢の島です。荒川からまた一気に視界が広がります。右手には葛西臨海公園の観覧車が見えてきました。からのディズニーランドホテルが見えてきます。いよいよ感です。さあ浦安でおります。ホテルまでもうすぐです。明海大学付近から南の島を思わせる規模でリゾート感は演出してきます。いい映画撮れてるわ。これ撮れてるね。もう音は爆笑ね。セレブレーションだけど、ディスカバーここじゃん。これじゃん、左側のやつ。しまってこれだよ。興奮してたら行き過ぎました。本日のお宿、セレブレーションホテルディスカバーに到着しました。駐車する場所を聞いてくれてます。一旦奥の駐車場に停めましたが、後で正面の障害者用の駐車スペースに停めさせてもらいました。3人偶然おそろいの靴でした。
願いします。どれこれ何これ、東海大のロボットみたい。なになに、火山のやつ。ああ、はい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 。全体的に落ち着いた色使いでゆったり過ごせそうな空間です。あ、これ倒れてる。本当だ、倒れてる。こんなの、これね。部屋へ向かいます。上に行くよ、上に行くよ。あ、本当だ。音楽のファイルだ。そうなんだ。氷が近くにあるのは便利ですね。一番端っこかな。ここですね。はい。はい、どうぞ。入ります。荷物届けてくれてます。広い。ベッド三つです。めっちゃ広い。壁紙も可愛い。壁紙超可愛くない？ディズニーの世界観を可愛らしいタッチで表現してて、ぐっとテンションが上がります。次はバストイレを見ていきます。ムーさんがユニバーサルルームを予約してくれてます。段差がないバリアフリーで、入り口はそのまま車椅子が入れる大開口です。トイレ周りに2カ所の手すり、お風呂にもしっかり手すりがあって助かります。